テゲテゲーミングのお時間です。今回も前回に引き続きサバイバルアクションゲームアイデンティティ5第5人格をこの方々と一緒にプレイしていきます。はい、池上梨穂です。お願いします。はい、頑張ります。川原田優香です。はい、頑張ります。竹野内優太です。フレッシュです。フレッシュ、はい、全然違う。若手負けないぞ。行きましょう。今回のテゲテゲーミングはアイデンティティ5第5人格やってみた2。一癖ある鬼ごっこで対戦。果たして勝利は誰の手に。いよいよ今月25日、26日に開催される全国都道府県対抗 e スポーツ選手権2023鹿児島。各地の予選を勝ち抜いた都道府県代表選手によって競われる e スポーツの全国大会。複数の競技種目部門の総合成績によって e スポーツ最強の都道府県を決めます。今回は競技タイトルの一つアイデンティティ5第5人格をプレイします。アイデンティティ5第5人格、追う側のハンターと逃げる側のサバイバーをプレイヤーが選択し、試合を行う4人対1人のマルチプレイゲーム。各キャラクターには固有の能力があり、それらを駆使してハンターはできるだけ多くのサバイバーを脱落させることを目指す。対するサバイバーはハンターに捕まらないように立ち回り、マップに点在する5台の暗号機を解読し、ゲートから脱出を目指す。解読中に現れる調整判定のタイミングをミスするとハンターに居場所がバレるので要注意。前回川原田と池の上がハンター側になって2回戦を終えて、現在スコアでは池の上が1歩リード。じゃあいいですか、せーの、よいしょ。3回戦玉谷アナがハンター。さあ、よし、逃げるぞ。よし、逃げよう。あ、なんかすごいハロウィンっぽい感じの作品だな。そうですね。あ、汗がすごい。まだ始まったばっかりだよ。さあ、自信がなさそうだった玉谷さんですが、うん、動きますね。自信ない。玉谷アナ、川原田をロックオン。ねえ、見つけるまでが大変だ。叩かれました。一回叩かれてる。叩かれちゃった。玉谷さんが川原田さんを叩いてる。やばいやばい、日頃の恨みかな。何してるの普段。アイちゃんが黙り始める。川原田が追われている間に2台の暗号機解除。ちょっと何してんの。ごめんなさい、ごめんなさい、やめて。抵抗抵抗。この後はどうなる？川原だ。アイデンティティ5第5人格3回戦、玉谷アナがハンターでプレイ。助けて。おー、素晴らしい。救出されるも、なぜかハンターのいる方に逃げて、またも捕まった川原だ。助けて。救出に向かったスタッフも倒され、サバイバーチーム大ピンチ。ここで時間切れ、川原だ脱出失敗。
さん頑張って透明人間が応援してます。いやー、竹の内最後の暗号機を解除。サバイバー3人の体力が復活。やばい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 、みんな大出口に逃げて。そっちじゃない、大出口に逃げて。ここだ。あ、これどっちにいる。やばいやばいやばい、そこで待ってるのは怖い。池の上が脱出成功すればサバイバーの勝利。みんな逃げて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 。あっ、解読結構してませんでした、ね、2個解読して、ね、でももう1個開けて、ね、うん、大活躍大活躍。いや、最後のバトルは竹の内がハンター。さあ、この街はパーティーの始まりだ。うわすごい、電車が走ってる。これ電車のやつか。じゃん、うわー、ハンターが電車に引かれた。早い。ハンターが食らっているぜ。お？怖い。やばい、嫌な予感がする。カラスがいたら嫌な予感がするんですよね。そう、カラスがね、来てるね。よろしくないんだな。さあ、おいで。この後は、恐怖の竹の内アイデンティティファイブ第五人格4回戦、竹の内がハンターでプレイ。その正義の心、私がへし折ってやる。そんなもの持つべきじゃない。やっぱりやばいやばい、かわいこちゃん。怖いよ。もう一度遊ぼうよ。この竹の内さんは好感度低いぞ。あ、やばいやばいやばい、こっち来た。電車に、電車に。山谷アナ、2代目の暗号機を解読。引かれちゃったじゃないか。今夜2回目だ。引かれちゃった。電車とは相性が悪いみたいだ。学ばないんだな、君は。3代目の暗号機を解読、残り2台。あら、ハハハハハ。さあ、おいで。いや、頑張れ、いけない、いけない。君に特等席を用意してあげよう。君の席はこちらだ。池の上、救助されて復活。誰か助けて。え、ここ、どこ。いや、追いかけてきてる。たーまーちゃん。解読完了。あとはゲートから脱出するのみ。これって。ありがとう。あ、来た来た来た。そこがオッケーだ。あれ、いなくなってるじゃん。あら、爽やかな男の子を発見。やばい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 。多分電車？あ、来た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 、いけるか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 、いった。お、いった。川原さんちゃん逃げた。逃げた。逃げた。ということは私もスタッフもこっちに。やばい。え、逃げ切ったの。逃げ切りましたよ。わ、危なかった。でもハンターむずいね。
はい、ということで皆さん、プレイしてみていかがでしたか、うん、じゃあまず竹内さんから。いや、めちゃめちゃ楽しかったですよ。中に入れる側のドキドキ感と、やっぱ追いかける時のやってやるぜ感じね。わけわかんないぐらいやっぱドキドキしたりとか、でもそれだけやっぱり集中して楽しめるゲームなんだなっていうふうに感じましたね。こうやってなんだろう、コミュニケーション取れるから、なんかこうそこまでこうあんまり喋ったことない人とかでも一緒にやったらなんかちょっとね、人間性見えるというか。確かに、うん、ここで今回の第1位の発表。じゃあ池田尾さんです。安定でした。確かに。いやいや、良かったですからね。オープニングで、やってませんって言ってましたけど、しておりません。あれ、他のゲームで忙しかったな。まあでもやってないっていうゲーマーさんが一番怖いですからね。やってますから。いやでもあの自信ないって言ってた玉谷さんもまあハンター上手でしたけどね。いやもう無言になっちゃいましたけど、でもそのぐらい誰でもできるゲームだなっていうふうに思ったので、確かにね、あのぜひ皆さんにもプレイしていただきたいなというふうに思いますし、このゲームですね、ゲームタイトルは全国都道府県対抗 e スポーツ選手権2023鹿児島のあのタイトルでもあるので、はい、ぜひ皆さんにはね、このこうもうレベルが違いますから。きっとそうでしょうね。はい、本当にこうトップレベルの選手たちと、あのゲームも楽しみに見ていただけたらなと思います。アイデンティティ5第5人格、どうぞ皆さんも楽しみください。楽しかった楽しかった。全国都道府県対抗 e スポーツ選手権2023鹿児島、本大会に向けての出場選手も続々と決定。詳しくは公式ホームページをチェックしてみてね。次回のテゲテゲーミングは目指せパズドラ全国1位、全国 e スポーツ選手権2023鹿児島への出場を目指す熱い戦いの模様をお伝えします。お楽しみに。